プラットホーム、長瀬駅は、大阪府東大阪市菱屋西1丁目にある、近畿日本鉄道大阪線の駅である。副駅名は、近畿大学前で、到着時にアナウンスされる。駅番号は D08。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅。駅舎と改札口はホームごとに独立して設けられており、改札内に互いのホームを結ぶ経路は存在しないものの、改札外には連絡地下道があり、踏切を渡らずに線路の反対側に向かうことはできる。普通列車のみが停車しており、日中時間帯は毎時5本が停車するが、朝の高安方面と夕方の大阪方面は本数が増加する。近畿大学の入試や同大学を会場とする資格試験などが開催される場合は、定期運転の普通列車に加えて6両編成以下で、運転する一部の急行、準急、区間準急が当駅に臨時停車している。2018年11月13日における1日、乗降人員は 38,889 人である。大阪線で準急が通過する駅では最も多い。近年における当駅の1日乗降、乗車人員の推移は以下の通り。西口駅東側に近畿大学があり、長瀬駅と大学の間は通称学園通りが続き、学生相手の各種商店が並ぶ関西有数の学生街となっている。駅北側にはかつての大和川であった長瀬川が流れている。駅周辺は住宅街である。駅の東側には旧小赤江村、旧城、小坂村があった。駅の北側には旧横沼村があった。駅の敷地から真南に長瀬川に沿って吉松新田があった。ありがとうございます。